翔平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、本日なんですけれども、まあ、ラガーズね、試合前でここ、憲法に来てるんですけども、ここね、翔平さんの信号機グラブをちょっとね、磨こうかなと思いまして、ちょっと早めに来て、やっております。これなんですけれども、一回ね、実は動画撮ってるんですよ。音が入らなくておじゃんになっちゃったっていうのがあるので、ちょっともう一回これ撮り直し で、なおかつその間に使ってたみたいなんで、まあ、ちょっと磨いていこうかなと思います。このブラシで、まあ、こうやって落としてって、あ、まあ、ちなみにビフォーはこれか、ちょっと拭いちゃったけど今。まあ、これで最初はブラッシングして汚れを落とすんじゃなくて砂ぼこりを落としていくっていう。まあ砂ぼこりはそんなないかな。まあでもこうやって見えないところの砂ぼこりをしっかりと落とさないと、あの、重くなる原因になるんですよね。まあ親指磨いていくと、ここにこうやって見えてたのかな、今意外とね溜まってくるんですよ、砂ぼこりが。こうやって見えるかな、こういうやつとか、こんなもんかな。はい、めちゃくちゃ汚れてるんですけど、こちらローニングスのグラピカ、めっちゃ出てくるやん、グラピカライトってやつ、40枚入りのね、ちょっとお得な方、まあ、今2枚取っちゃったんですけど、こうやってまず中をちょっとね汚れを落としていくような感じで、これね、正直言うと僕これだけでいいと思ってるんですよ。めっちゃ有能なんですよこれ。これ確かにミンクオイルとかオイルも入ってるんですよね。うん、ミンクオイル入ってる、オイル入ってるんで、まあこれだけでも十分です正直。で、色もまあ戻るっちゃ戻るかな、少しは。まあオイルが入ってる分っていうのもあるんですけど、まあ補給面も、ね、はい、あー落ちるね、白いところがめちゃくちゃ落ちてく。こういうところでちょっと難しいんですよね。やっぱもう擦り切っちゃってるところっていうのは汚れ正直なかなか落ちないんですよ。よし、オッケー。いや、汚れ落としっていう面ではまあじゃなくてもこれ1個で正直僕は十分だと思います。ただ翔平さんのグローブなので、ちょっとこれで1回乾かして他のオイルを、塗っていこうと思います。じゃあ、はい、これで、ね、今だいぶ乾いてきていい感じになってきたんで、次はオイルを投入していこうと思います。今回使うのは、まあ、あんまり重くしたくないっていうのと、だいぶ柔らかくなってきてるので、こちらのザナックスのオールインワンジェルっていうので捕獲をしていこうと思います。これはね、僕も何回か登場してるものなので、まあプルプルっとしたジェル状のものとなっています。僕はこれを素手で、うわ塗っていきます。よいしょ、手につけたのをこれこうやるだけで、僕は一気に塗り具合がいい。まあやっぱジェルなんでね、そこが一番いい特徴かなと思います。で、油分が少なめになるのかな、どちらかというと。そうなんですね、油分が比較的少なめなんで、乾いた時にベタってならない。ただ手で塗ることによってグリップ性が出るっていう、結構手で塗る人と、布で塗る人がいるんですけど、僕は手で塗った方が体温で溶かせるし、なおかつ手でやる方がなぜかグリップ感が増すっていうイメージがあるんですよ。なんでグローブオイル自体があんまりグリップ感がない、グローブオイルを使用したとしても、それによってキュッと少しはグリップ感が出るのでいいんじゃないかなと僕は思ってます。これ何が楽って、塗るのが本当に簡単なんですよ。本当に塗るのが簡単だから、時間もそんなに、グローブオイルを塗る時間もそんなに取らないかなっていう感じですね。一応ね、こんな感じ。もうさっきね、こういうところに擦れちゃって、軟式特有の白い擦れとか親指のところとかもあったんですけど、まあそこもね、まあもちろんもう使ってるし擦れちゃってるから完璧には治りません。ただだいぶ隠せたかなと、そこも捕獲できたかなといったような感じです。じゃあ次はね、背面の方やっていこうと思います。背面はランナッパー、中身はこんな感じで黄金色に、でこれを手に取って体温で溶かして、それをこっちの柔らかい方の塗り込みます。こうやって塗り込んで、もうだからここにオイルを塗って、これを使って背面とかガーってやっていきます。こうすることによって、まあ、あくまで持論ですけど、ブラッシングで伸ばすじゃないですか、塗った後に。でそれが、一石二鳥でできるっていうのと、塗りすぎなくて済む
ていうのが僕の、まあ、考えているところで、まあ、多分ね結構これのやり方に関しては皆さんやられてる方も多いと思うんですけれども、僕はこれで重くなりづらいようにしたいなっていうのがあるので、なるべく少量を手に取ってブラシにつけて伸ばしていくっていう感じですね。でラナパーのいいところって、これ本当に靴磨きのオイルなんですよ。なんで防水効果っていうのも少しは多少は入ってるっていうような感じなので、まあ弾くわけじゃないんですよ、フルで弾くわけじゃないですけど、多少はいいのかなと、コーティングしてくれるっていう点では多少はそういったところもいいんじゃないかなと思っています。もうなんか背面もだいぶ変わってね、これだけで全然違うっす。あれやっぱねグローブ磨くの楽しいっすわ。よいしょ、こんな感じにもうねだいぶしっとりしました。なおかつツヤも、白いところはねちょっと出づらいんであれなんですけど、ネイビーのところとか赤いところとかっていうのはツヤも出てきたのかなと思います。最後はこちらのムートンでちょっと最後の仕上げをね、まあ一応ブラッシングしてるんで大丈夫だとは思うんですけれども、まあ念のまま念をで最後に仕上げをやって終わりかなと思います。あっつ、どうでしょうか。こういった感じで、まあね今このグローブもこれで終わりかなっていう分の感じなんですけども、塗った量って正直少量だけなんですよ。少量だけでも、まあ、しっかりと皮戻るし、背面に、まあ、汚れも取れましたし、綺麗な感じでちょっとずつ、まあ、赤とかが特に見やすいんですけども、色が戻って、若干ツヤツヤしくなった、っていうのがあるの で時間もそんなかかんないと思うんですよ。なのでそういったところで言うと、ぜひ今の時短術じゃないですけれども、そういったいろんなねこういった塗るの楽なものもありますし、ペーパータイプのものなども出てるので、ぜひ使ってみて、やってみてください。ちょっと翔平さん来て。どうよ。ちゃんとやってよ。うん、どうする。ちゃんとやってよ。すごいこれ。このめっちゃ綺麗。この短期間で、ね。マジ。うわ、すごい。ペタペタしてる。ちょっとね、あのランナパン外やったから少し撥水もあるし。すごい。プログレスだっけ。やってない。プログレス。それ美容院。なんかついてるし。ほらもうランダーシャツかよ。何釣り上げられる。フロスですね。いやそれで、もういいよ。俺が出てこなかったよ。いいね、すげえホット。最近急にサード行ってとか言われるから、言われる、急に急に、おっマジかマジか。もうこれでしばらくは。そうっすね、うん、またあったら行ってください。まだ行きます。あ、まだあるんで。今ね、乾かしてる。あ、乾かしてるんですか。OK です。これ別で、それね、今どうやろうか分かんないんで、まだ動画撮ってないんだよ。まあ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 、後日お願いします。はいはいはい、まあ、そういったところで本日はこちらの翔平の信号機鬼グローブお手入れやってきました。皆さんのお手入れ方法があったらぜひねコメント欄で教えてください僕に。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではおよいしょー。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではおよいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。